ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、薄氷を踏むがごとし。極めて危険なことの例え。底の深い湖の上に張っている、いつ割れるともしれない薄い氷の上に立っている時のような心境を表した言葉です。ちょっとでも動いたら氷が割れて湖の底に落ちてしまう。そんな危険な状況に置かれている緊迫した心持ちを例えています。いつ事態が悪い方向へ転んでしまうかと不安な気持ちで落ち着かない様子を伝える場面でよく使われている言葉だよね。これは中国最古の詩集とされる詩経が出典です。唱歌というカテゴリーの中にある唱便という詩の中に出てきます。唱便は中国古代王朝青州の最後の王様勇王をそしる詩の一つとされます。当時、宮廷では主君に媚びへつらう寧心や関心がのさばり、王様は彼らの意見に左右されて政治は大いに乱れていました。そんな政治を顧みない寧心たちによって自分がいつ陥れられるかわからない。我が身の危うさが切々と伝わってくるような詩だよね。ちなみに、戦々恐々という言葉が出てきますが、ひどく恐れてビクビクするといった意味で今でもよく使われているよね。同じような英語のことわざはこんなのがあるよ。To walk on eggs. 今日のチェックポイント。Walk on. 〇〇の上を歩く。Egg. 卵。直訳すると卵の上を歩く。踏んじゃったらすぐに割れてしまうような卵を例えに使った表現だね。人生そんなに甘くない。薄氷を踏んでも助けてくれる人もいれば、わざと突き落とす人だっている。時には氷の下に落ちることだってあるけれど、でも負けやしないわ。起き上がりこぼしのように何度でも立ち上がってみせるわよ。ということで今日はこの辺で。それでは次回をお楽しみにね。 See ya!